はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、3月29日にスターターが登場してますので、こちらの徹底解説、えー、グレード85以上ですね、やっております。ということで、えー、今回の動画はパート4ということになりますので、前回パート3は、えー、マリノスまでやりましたので、次は湘南からかなになると思います。どこまでかな新潟ぐらいまでかなというぐらいのところまでなりそうですが、果たしてどこまででしょうっていうね、選手図鑑順がね、変わったからね。あ、そうね、あ違うね。 岩田までね、はい、いいやっていきたいと思いまます。す。よろししくお願いします、はい、といはとうことで、ね、まあ、ここまでね、えー、計何選手紹介してるの ?18 名かなの選手を、えー、評価してきたわけですが、まあ、結構ねうーん、まあ悪くはないんじゃないかなっていうね、まあ、そもそも素材としての価値がやっぱり高い、えー、限定というか、まあ、ものになりますので、まあ、そもそも素材としての価値とかも考えるとね、結構高水準な、えー、まあ、チャンスゾーンみたいなもんですからね。 はい。ということで、えー、まあ、ただカードの評価もね、しっかりとやっぱりやっていきたいなというところで、まあ、いかにね、まあ、グレード高い方でも低い方でもね、まあ、二種類の選手が各チームにいるわけですけど、まあ、別にね、低いからといってハズレなわけでもないし、高いからといって当たりなわけでもないしということがありますんでね、まあ、しっかりとよかったら、えー、ぜひ気になる選手いたらね、今日も見ていっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ、早速ね、やっていきたいと思いますが、はい。じゃあ、今日は湘南からですね、やっていきたいと思います。 杉岡選手だったっけ湘南高かったの。あ、そうですね。杉岡選手ですね。はい。ということで、グレード89でスタミナタイプで登場しております。えー、スキル構成なんですが、空中戦の競り合いとピンポイントタックルが、えー、常設ね。はい。で、セレクトがパーフェクトスティールとスルーフィードね。はい。で、チームスキルはディフェンスゴールキーパー、スタミナ強化 B です。で、ボナセンがディフェン20%アップ。で、えー、総合力に、えー、6252。ディフェンスが1401。 で、えー、4ステの中で高いのがスタミナが1157ですね。あと他は仙台なので、まあ、そんなにまあ高くはないかな、普通ぐらいかなという感じですね。はい、という風な、えー、スキル構成等能力値になってますが、さあここもね、先に評点をつけて、はい、お話ししていきたいと思いますが、ま,あ、まずですね、クラちゃん部門、はい、ここは8ですね、つけたいなと思います。<laughs> 失礼しました。ということで。 えー、じゃあ、リーグですね。まあ、リーグはね、ここは、そうですね、9。はい、つけたいなと思います。ということで、まあ、高評価な1枚になるわけですが、まあ、まず良さとしてはね、まあ、セレクトスキルの話からまずしておくと、ここはもうスルーフィード、まあ、クラチャンだったらスルーフィードでも別に悪くはないんですけど、基本的にはパーフェクトスティール、はい、推奨になるかなと思います。で、パーフェクトスティールをつけることによって、リフェ3種が完成しますね。はい、すごくいいと思います。 で、これもスキル強化の恩恵とかすごいでかいんで、まあリーグだったらスキル強化とかここにつけたりとかディフェッチさらにね、まあこれボナセンディフェなのも相当でかいですからね、まあ結構今回の狙い目になるんじゃないかなと思うんですけど、まあここね、うん、まあしっかりと、はい、まあ当て切ることができれば左サイドバックはとりあえず困らないし、なんならセンターバックでもワンチャインいけるぐらいなんで、まあディフェッチはそんな高い方ではないんですけど、はい、まあでも悪くないと思うんでね、はい、ぜひまあそういったところで気を検討してみてほしいなと思いますね。 ということで、まあクラチャーの方はね、まあボナセン EP ではないので、ちょっと9、九、えー、までは届かないけれども、ま八、あ、8.5ぐらいと思っていいんじゃないですかね。で、リーグはもう9ということで。うん。まあこれ本当に仕上げれると、左サイドバック結構困らないんじゃないかなっていうぐらいの、まあそのね、カードだと思うんで、まあとりあえずスタートダッシュここね、当てれば決めれると思うんで、まあ全然ね、グレード圏からもチャンスあると思うんでね、まあぜひ、はい、当たったら、えー、気を検討してほしいなと思います。 まあここは結構、今回のスターターの中でもトップクラスの当たりカードだと思うんでね、ぜひえ狙ってみてください。はい、じゃ続きましてが、はい、トミー選手ですね。はい、グレード86で登場しております。えー、ここ、スキル構成がパーフェクトセービング、1対1の集中力、後方からのフィード。で、えー、チームスキル、ディフェンスゴールキーパー、ディフェンス強化 B。で、ボナセンがテク20%アップ。 総合値5959のデヘチが1483ですね。はい。で、他の4ステで高いのがパワーが1121で、他はまあ1000付近ということで、そんなに高くはないかなと思います。はい。という感じのカードが出てますが、まあ、これもね、まあ、ちょっとね、セービング面ね、ちょっと不安要素があるので、ちょっと評価伸びないですが、まあ、とりあえず、クラちゃんが4、えー、リーグも4という感じですかね。はい。あーリーグ3かな。うん。つけさせていただきたいなと思います。 はい。ということで、まあ、ここはもうセーバーがないんでね、シュートセーバーがないので、ちょっとまあ、実用的な評価というのはちょっと難しいので、まあ、あくまで素材かなという感じがするんですけど、まあ、トミー選手といえばね、まあ、あの、月間系のカードとかね、あの毎シーズンで取りあの手に入れた人からすると、すごく美味しい素材だと思うし、まあ、そうじゃない人からしてもね、まあ、トミー選手今年も結構頑張ってると思うんで、もしかしたらね、なんかどっかで <laughs>、まあ、いいカード来るかもしれないんでね、はい。 まあそういうところに期待しつつ、はい、えー、ここは残しておいてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、リーグクラチャンともに、まあ、セービングがないということで、使用は推奨はできませんが、まあ、素材としての価値をね、まぁ、あ、ぜひ見出して、えー、いける人はね、残しておいてほしいなと思いますね。まあ、ゴールキーパーなんか、 それこそゴールキーパーとかに、まあ、絶対的な守護神がいない人とかは、まあ、結構残し目で考えてもいいんじゃないかなと思います。まあ、候補はね、多い方がいいと思うんで,で。仮にその中から誰かね、仕上がってくれば他の選手ね、じゃあ売却しようかなとかそういうとこにそういうい時に決めればいいと思うんで、まあ、ちょっとボックス圧迫とかするかもしれませんけどね、比較的残し目でいくことを、えー、お勧めしたいなとは思います。はい。じゃあ続きましてが、えー、新潟ですね。はい。 新潟はどっちが高かったでしたっけあ、藤原選手は後ろだったね。はい。ということで、小島選手見ていきましょう。はい。ここ、スキル構成があ、ごめんなさい。グレードがまず89ですね。で、バランスタイプで登場しております。で、スキル構成が、パーフェクトセービング絶妙の場合エアウォール、ロングフィードか。はい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 。で、チームスキルはディフェンスゴールキーパー、スタミナ強化 B。で、ボナセ戦がスピード20%アップ。で、総合値6197のディフェンチが1555。 で、バランスタイプなので比較的全体的に1050から1070ぐらいですね。の間で4ステは収まってるので、まあこれはかえって別に悪くはないかなと思います。はい。ということで、こちらのカードの評価やっていきたいんですが、まあクラちゃんだとまずですね、氷点的にはまあそうね、うーん、まあ5かな、ここは。まあ一応6かな。いや6にしときましょう。はい。で、えー、リーグ的には4で、はい、つけておきたいなと思います。 はいといとうことでここもね、まあ、一応ね、まあ、トリプル A スキルということもあったりとか、まあ、稼ぎにくいわけじゃないんで、一応クラチャン6つけましたけど、ただ基本的にはシュートセーバーないので、まあ、ここもさっきのちょっとトミー選手同様ね、ちょっと厳しいかなと思いますね。はい、まあ、これ、リーグ面でも同じことが言えても、シュートセーバーがないとちょっと話にならないなというところの環境であるのでね、まあ、ちょっと厳しいかなという感じですね。はいなので、ここもちょっとグレード高い方なんですが、あくまで素材としてのまあ価値というのがちょっと高まるカードになってしまっているかなと思います。 まあ、小島選手といえばね、まあ、今シーズンも、あの、素晴らしいプレー見せてくれてますし、まあ、今後またね、まあ、ガーディアンとか、フォーカス系とかね、直近で言うとそこら辺とか、特にチャンスあると思うんでね、まあ、まだまだカード狙える選手だと思いますので、このスターターに実用性の価値がなくてもね、まあ、今後のカードには期待できると思うので、まあ、一旦このスターターは餌として、素材として見てあげてらいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと、 残念ではありますけどね。まあこっちに回すんだったらね、シュートセーバーつけてほしいけどね、最近ちょっと当たりカード続いたんで、その影響もあるのかなと思いますけど、まぁ、あ、ちょっと仕方ないというか、まぁ、あ、ちょっと不遇、不遇なね、まあ扱いを受けてしまったかなという感じですね。はい。まああくまで素材として勝ち見出せる人はぜひね、狙ってみてください。はい。じゃ続きまして、えー、藤原選手ですね。はい。ということで、藤原選手見ていきましょう。 えー、グレードがここ87スピードタイプですね。はいでえー、スキル構成がガーディアン、アーリー、クロス、パスカットという組み合わせね、はいでえー。チームスキルは、えー、ディフェンスゴールキーパー、スタミナ強化 B。でボナセンが、えー、スタミナ20%。総合値6061のディフェッチが1359。4ステで高いのはスピードが1144。一応、スタミナも1081とちょっと高めですかね。はいまあ、あとは1000到達してない、まあ、テクトパワーはそんなに高くないと思います。 はいというこのカードですが、うん、まあ悪くないですけどね。はい、ということで、評点つけていきますと、まず、クラちゃんはね、ここは、まあそうですね、6かな。うん。で、リーグも、まあ6、いや、うーん、いや、6つけときましょう。はい、ということで、6、6で評価したいなと思います。 はい。ということで、まあ、評価点なんですけど、まずガーディアンがいいですね。うん。まあ、これはクラチャン的に見ても、リーグ的に見ても、まあ、どちらでも、まあ、キーになるスキルになるんですけど、まあ、ここがね、ガーディアンしっかり持ってるというのは、まず評価が、はい、できるとこかなと思います。で次に B のアーリクロスなんですけど、これ、サイドバックで使った時のみのね、まあ、査定になるんですけど、まあ、高い位置取る場合が、まあ、あるのはあるので、まあ、全く意味ないわけじゃないんだけど、主要スキルにはなれないかなという感じですね、サイドバックだとね。まあ、サイドハーフだともうちょっと目立てると思うんですけど、まあ、これはまあ、 一応持ってても悪くはないんだけど、という感じです。はい。まあ、プラス評価にはならないかもしれないですね、ここはね。はい。まあ、これはもうクラチャンでも同じことが、はい、言えると思います。で、C のパスカット。まあ、これもパスカット持ってる分だけまだいいですね。うん、まだいいんですけど、まあ、ただちょっとここに対してはちょっと不安要素がどうしても残るかなというところですね。まあ、ディフェッチとかを、まあ、結構高めていったりとかしないと、ちょっと苦しい展開にはなるのかもしれないと考えると、うん、まあ、どうでしょうね。結構仕上げないとちょっと怖さありますね、どっちにしろね。 まあ、クラチャンだとね、まあ別に、まあ持ってるだけで全然意味あるかなと。まあ、発動してしっかりカットしてくれればね、うん。というところがあるので、まあそれはか、それに関しては悪くはないのかなと思います。 ということで、まあ、クラちゃん的な評価でいうとね、ガーディアン中心にある程度、まあ、ここ、も本当、ここ、ほぼここ頼みになると思いますけど、まあ、しっかりとガーディアンが絡めば稼げる可能性もあるので、一応可能性残しての6という評価と、で、リーグ面だと、まあ、当然リーグ面もね、このガーディアンが中心になるんですけど、まあ、パスカートとかがもっと使い物になれば、もうちょっと、まあ、可能性は広がるかなというところで、まあ、ただ、ディフェンチがそんな高いわけじゃないんでね、基礎評価はそんなに高くないということで、まあ、現状、そうですね、まあ、6ぐらいが精一杯かなという評価ですね。はい。 ま、あここも別に悪くないカードだと思うし、まあ、藤原選手ではね、昨シーズン、レギュラー91とか来てましたからね、どうなんでしょうね。ちょっとグレード見てみるか。上がってるんですかね。あ、でも49なんで、ま、あ89ぐらいは多分あるんじゃないですかね。90とか。うん。まあ、評価も落ちてないんで、ま、あレギュラーカード出たらいいカード出るんじゃないかなと思うんですけどね。はい。まあ、楽しみな選手の一人かなと思います。はい。じゃあ続きまして、えー、最後、岩田ですね。はい。 今と松原選手の方が上かなあ、違うね。<laughs> 違うね。えー、っと、三浦選手か。はい。さあ、三浦選手グレード90で登場しております。ここスピードタイプです。で、スキル構成が、お、シュートセーバー持ってますね。シュートセーバー絶妙の間合い。エアオール、後方からのレーザーフィード。はい、悪くないですね。うん。でチームスキルはディフェンスゴールキーパー、ディフェンス強化 B。で、ボナセンがスピード20%アップ。 で、えー、総合値6337のディフェッチが1440ですね。はい。で、4ステアスピードが高くて1227。パワーもちょっと高めかな、1173。まあ、あとは仙台ということで、そんなに、ま、普通ぐらいかなって感じですね。はい。というふうな、えー、カードになっておりますが、まあ、ここもじゃあ早速ね、標点からつけていきたいんですけど、まあ、そうですね、氷点的には、まあ、クラチャンだとここも7かな。えー、リー、あ、クラチャン8人じゃないかな。うん、8人いいと思います。まあ、リーグ、 リーグも8かなうん、つけたいなと思います。はい。ということで、まあ、クラチャンリーグともに高評価ですが、まあ、このセレクトスキルの話をね、じゃあ、まずさせていただきたいんですが、まあ、クラちゃんだったらどっちもありかなと思うんですが、も、ま、う、あ、リーグだとエアウォール一択になるかなと思います。まあ、クラチャンもどっちかってエアウォールおすすめかなという感じですね。はい。で、これを持つことによって、セービング3種ね、しっかりと、まあ、エアウォール、まあいい、シュートセーバーというね、この3種持てるのですごくね、印象いいですね。はい。 で、ただ、ボナーセンディフェとかが付いてないので、ここのやっぱり上積みっていうところとか、まあ、スキル強化をつけたりとかの、特にリーグ名の仕上がりっていうのはね、まあ、結構意識しないと良さが出ないんでね。まあ、ここに関しては、まあ結構高水準な、うん、まあカードをすでに持ってる人はね、狙いに行きやすいし、まあ持ってない人はこれからつけていけばいいと思うんですけどね。はい。ということで、まあ素材としては結構素晴らしいカードが、はい、えー、揃ってる、あの、出てるかなと思います。 まあ、クラちゃんはね、とりあえず EP つけれれば、まあ、稼げるスキル構成であると思うんで、はい。まあ、その試合展開にはいるけどね、シュあの、ゴールキーパーなんでね。はい。ということで、まあ、結構シュートストップする場面があれば、稼ぐことはできると思うんで、リーグでもクラちゃんでもまあ、どっちによってもまあ、使い道はあるのかなと思うと、まあ、結構今回のスターターの中でもね、完食いい方じゃないかなと思います。まあ、ぜひ、どちらかに寄せて、えー、仕上げて使ってみてほしいなと思います。 はいじゃあ、今回最後ですね、松原選手見ていきましょう。はい、ここ、松原孝選手、グレード86スピードタイプで登場してます。スキル構成がフライスルーパス、テクニカルドリブル、サイドチェンジという組み合わせね。はい。で、ミッドフィルダー、えー、オフェンス強化 B がチームスキルで、ボナセンがオフェンス20%アップです。 総合値6004のオフェチが1279。で、4ステで高いところで言うと、スピードが1182。で、一応スタミナも1000超えてますね、1042。あとはまあ、パワー、テクニックは900台なので、そんなに高くはないかなという感じですね。はい、というカードが出ておりますが、え、これもね、先にじゃあ、評点をちょっと付けさせていただこうかなと思うんですがで、まずね、クラちゃんの方なんですけど、これはですね、うーん、難しいね。 まあいいスキル7、まあ7にしときますか。はい。で、リーグもまあ7つけときたいなと思います。で、グレード86で77評価って結構高いと思うんですよね。高いと思うんですけど、まあ、このカード結構いいなと思ってて、まあちょっと攻撃によりすぎてる感はありますけど、褒めによってはね。 まあ、サイドハーフで使ったときに、まあ、フラスルテクニカルドリブル、サイドチェンジということで、まあ、基本的にスキルギれね、起こすこともないだろうし、まあ、クラちゃん的に見たらね、テクニカルドリブルとフライスルパスをうまく繋げてくれれば稼ぐこともできるしという連動性もね、兼ね備えているので、 まあこれは悪くないかなと。まずクラちゃんではね、ここがしっかりと稼げれば、まあ結構稼ぎには、はい、向いてるカードと言えると思うし、まあリーグ面で見ても、まあその手詰まりになることが少ないっていうのは結構良くて、まあ例えばそのね、自分でフラスル打ってしまって、ボール回ってきて何もできないという選手結構いるんですけど、まあサイドチェンジ持ってるんでね、そのサイドチェンジで別サイドの選手からまた展開できたりとか、まあする可能性があるということで、まあ結構攻撃面には、うん、特化したカードにはなるんですけど、 まあ素晴らしいカードかなと思います。まあこのサイドチェンジを打つことによってある意味ね、まあ逃げることもできるんでね、まあ普通にそのまま自分が持ってたら多分取られるだろうなという場面も、まあ回避したりできると思えば一応守備のね、面もないことはないんでね。はい。まあそういう意味で考えると、まあ悪くないかなと。で、あとはまあプラスラ上げる環境っていうのもね、まあテクニカルドリブルがある分ね、やっぱ上げやすくはなってきてると思うんで、これはまあクロスアートパサーとしての優秀さっていうのは、まああるんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあ松原選手といえばね、今年も結構アシストしっかり記録してましてですね、 まあ、いわ例えばね、ジャーミン選手が結構ゴール決めてますけど、まあ、その半分ぐらい、まあ、松原選手もアシストしてるんじゃないかなと思うので、まあ、今年もね、なんか表彰系とかが結構もうすでにスタートダッシュ成功して、まあ、近づいている選手だと思うし、まあ、その選手がグレード86でね、まあ、スターターで取れるということと、まあ、これぐらいね、しっかりと実用性のカードが出てるということで、結構価値はね、まあ、スターターの85から88の枠の中でも高いんじゃないかなと思うので、 まあ、ぜひ、えー、手に入ったらね、残しておくことをお勧めしたいなと思うし、まあ、近況伸びしろね、すごい選手なんで、はい、まあ、今後のグレードもね、楽しみですけどね、まあ、レギュラーも89いってましたし、まあ、これね、このまま勢い続くと、まあ、今年の限定で、ま、もしね、フォーカスで90代とか全然狙えるし、というところまで上がってきてるんでね、まあ、すごく、はい、注目の一人かなと思います。はい、ということで、えー、今回ね、6選手見ていきましたので、パート4は以上となります。 まあ結構ね、今回のパート、まあそうね、ちょっとゴールキーパー陣がね、軒並みちょっと三浦選手以外ね、富ミ選手とか、まあ小,えー、小島選手とかね、ちょっと厳しかったですけど、他の選手たちは別にそんなになんか悪くなかったなっていう、むしろなんか、どっちかっていうとグレード比に対してはなんかいいんじゃないかなぐらいのカードが出てたイメージがあるので、まあ結構仕上がりいいゾーンだったんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、ただですね、まあ、スターターって結構難しくて、その、 なかなかね、そもそも結構スキルはいいスキルもらってんだけど、ボナセイッチしてないよねとか結構あるんですよね。あの、ディフェ、オフェもらってないよねとか結構あるんですけど、その中でももらってる選手もいるんでね。まあそういう選手たちによりね、注目して、まあ狙うかどうかね、しっかりと判断してほしいし、まあぜひこのスターターの期間ね、まああの、スタートダッシュの期間にもなりますので、まあガチャ引いてまで狙いとは言えないですけどね。 まああのガチャ券とかからね、運良くいいカード出ることもあると思うんでね、まあ、ぜひ、えー、そういったところにかけてね、まあ、ぜひイベント等をね、しっかりと、えー、今ね、トローランもってますけど、頑張ってみてください。では、今回の、えー、パート4ですね、のスターター評価動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここで失礼します。バイバイ。